TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE。 はい、クリス・ペプラーです。今日は3月4日、やっぱり春めいてまいりましたよね。春一番も吹きまして、テレビをつければ花粉の話ばかりという感じがいたしますけどね。まあ、スタッフも結構花粉にやられている人が多いみたいですけども、僕は結構花粉は大丈夫みたいですね。ただハウスダストにはすごい敏感なんで、やっぱり乾燥している時期はすごいくしゃみが出たりとか、やっぱちょっとこの鼻周りといった変な感じですけども、ムズムズするんですけれども、やっぱりこの湿度がだんだん上がってくると、ちょうどこのいわゆる乾燥時期が終わってくると、僕は大丈夫になる方なんですよね。あとはやっぱりだから今でも本当アレルギーの薬とかいろいろ出ているんで、皆さんもぜひいろいろトライしてみてはいかがでしょうか。結構花粉っていうのは、花粉症は専門医にかかると結構ケロッとなるよね。昔うちの番組スタッフで麦畑すが、彼もものすごく花粉症で、苦しんでいた時期がありますけど、すごかったもんね。彼はもうマスクして本当にひどかったんですよ。でもある日なんかお医者さんにかかったらピタリと治ったというふうに言っていましたけども、花粉症に悩んでいる方はぜひ専門医に見てもらってください。さあ、それではここでひな祭り明け3月4日最新 TOKYO HOT 100レギュラーチャートトップ5をチェックしましょう。5位はチャーチズ Get Out、 オンエア好調ながら先週3位から痛恨の2ポイントダウン。4位は王座陥落、 Careless Settle and the Greatest Showman Ensemble、 This is Me、 大ヒット映画の主題歌、連覇ならず。3位はナルバリッチ、 Ain't on the map yet、 先週4位からじりっと1ポイントアップ。2位はジュジュ with 羊、かわいそうだよね。ジュジュのニューアルバム愛に収録された平井堅作詞作曲、さらに羊こと女優の吉田羊さんがボーカルで参加した話題の一曲、オンエアに加えセールスポイントも加算され、いきなりトップ目前。ということで TOKYO HOT 100最新チャート1位が変わりました。出ました、すでに1位の常連サチモスの新曲がエントリー3週目にしてナンバーワン。オンエアに加え番組ホームページから投票できるリスナースポイントも大きくゲットして、ニューナンバーワンサチモス808。はい、いかがでしょうか。最新のレギュラーチャートトップ5でした。さあ、次回の TOKYO HOT 100は放送は3月11日です。この日は100曲カウントダウンに加え、ゲストは仙台在住のモンキーマジック、東日本大震災から7年、今の現状についていろいろ伺っていきたいと思います。さらに持ち込みレコメンは亀田誠二さんがご担当。 J-WAVE Podcasting TOKYO HOT 100